ドラマ、うん、ミスターブレインより、うん、なんと、うん、DNA の部署からですね、あら、来ていただきました。あの方、はい、はい、トータス松本さんの部下、大内役の山重さんです。そっちか。下手だってしょうか。トータさん名前出した後に俺の名前は、それは引きは弱いよ、それは。ダメだって。いや、あの、なんらミス情報は言ってない。そうなんだ。正解だからね、強くは否定できないんだよ。だけど、もうちょっとうまくできたよっていうだけ、そこだけ。トータさんは出していけないんですよね。いや、出して、全然いいんですけど、トータさんがダメだと。大好きなの、トータスさん。大好き。大好き。ドラマも大好き。はい、ドラマ大好き。設楽さんも大好き。大好き。だから俺なんで怒ったんだろうね。俺が悪い。申し訳ないですよ、本当に。ポッドキャストもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうミスターブレインもね、残すことのあと1話。そうですね。最終回のみなんですけども、もう現場昨日アップしました。はい。朝とかも、朝までやって、花束もらって。終わったか。もう、あの、俺最後実は、家計圏のね、うん、あの、要は現場というか、その、セットですけど、あそこは、自分の音声解析の部屋に一人で行ったんですよね。終わって、ちょっとみんなで乾杯したじゃないですか。はい、で、みんな、じゃあ、3355的なバラバラになるときに。うんうん、ちょっとしれっと。しれっと行ってきました、ね。うん。あの、つくもに、あの、後ろからヘッドホンで、そうそう、あそこです、うん。あの部屋ですよね。グインって上げられたりした。あの、僕の部屋です。僕の。戦場ですね。自分の戦ってきた証のね、場所ね。あそこ。あそこだ。うん。何しに行くんですか。いやいや、まあ、皆さんには分かんないでしょうけど、あの、何しに行くんですか。今までやった僕の部屋だったんで、ちょっとこう、最後こう、まあ、感慨深いなっていうところでね。はい、あの、行って。はい。わかるわかる。そしたら一人ね、スタッフの人が、はい、いたんですよ、部屋に。いいじゃん。うんうん、うん、うん。ちょっと、その人が何の誰なのかよくわかんなかったんですけど、若い男の人がいて、うん、で、あっつって、うん、ああっつって、最後だからちょっと見とこうかなと思って来ました。つって、ああ、そうですか。これもうバラしちゃうんですよね。つって。そしたら、あの、何日か後に完全にバラしますね。つって。うんうん、ああ、なんか寂しいっすね。つって。うん、疲れ様でした。つって。あ、お疲れ様でした。って言われて。うんうんいい話だね。いい話。でもいい話だよね。うん、いい話でしょ。うん。山下さんもだって DNA チームで写真撮ったりとかして。写真撮って。うん、やっぱ、名残惜しいじゃないですか、その、うん、ずっと一緒にやってきたメンバーだし、うんうん、なんかね、別れがたいなっていう気持ちもあったんでね、やっぱ写真撮って。うん。みんな送るよ、つって。今のから嘘なんですけどね。嘘はいや、いいっすよ、言わなくて、そんないい話。どうだったんですか、トータスさんとかとすげえ仲良くなったんですか、仲良くなった。常に一緒じゃないですか。で、本当にずっと一緒だったから。うん、いい人そうですもんね、トータスさん。いや、トータスさんはいい人。なんかいい人そうなもんね、この人。大人、まあもうすでに大人ですけど、うん、大人、ああいう大人になりたいな、みたいなね。うん。かっこいいし。かっこいいし。遊び心もあるし、ピュアな気持ちとかもすごいあって。やっぱミュージシャン的なノリがやっぱあるんですか、どっかにこう、上からこう握手みたいな感じの。いや、ないっすね。おはようみたいな。必ず朝は握手から入るみたいな。ないっす。そういうのないんですか、ちょっとハイタッチとか。ないっす、ないっす、ないっす。なんもねえんだ。いやいやいや、その逆にそういうミュージシャン俺見たことないから、わかんないですけど、いい人すごい腰低いし、上なんか人の、なんつうのかな、お話上手というか。うん。うん。でも、トータスさんとかが、木村さんとかともすごいね、うん、すぐ仲良くなってたし、うん、なんかすごかったな。一緒にいる時間多かったから、本当にウルフルズ好きだったし、聞いてたから、もう普通にデビュー前からの話とか僕、インタビュアーかっていうぐらいずっと聞いて、ウルフルズのメンバーどこで出会ったんですかとか、デビューした時どうだったんですかみたいなとかいろいろ聞いて、でも正直答えてくれて、なかなか聞けないじゃないですか、そんな話。いや、いいチャンスですよね。そういうとこ聞けるっていうのね。嬉しかったですね。そう、すげえ、なんかすごかったよ。いや、羨ましいっすよ、なんか。ね、あの、この番組にも出てもらったじゃないですか。あの、うちのバナナムーンの方にも、香川さんと、西野ヒロさんとかも。うんまあ、初回の頃でしたけどね、あの頃は、まあうん。いい人たちだったし、お二方も。ほんとね、現場が楽しかったっすよね。うん。喋る人多いっすね。香川さんとかもすごい、そうそう。あの、同年代というか、みんな年齢も近かったせいか、うん、空き時間とかもすごい、楽しかったですしね。うん。うんうんちょっとああいうノリはあるな、あの、ちょっと綾瀬はるかちゃんの、うん、ちょっと髪の毛の匂い、
鍵行こうぜ、しれっとみたいな。だから変態的なノリっていうのはないですよ、ね。誰もないの、そのノリ。いや、山重さんはありましたけど。あるでしょ、山重さんは。いやいや、ないですよ。それはもうちゃんと、役者としてそこはちゃんと接してましたよ。ちょっとこう、だから、みんなでこう集まるシーンとかでこう立ってる時ね、前にこうモニターがあって、で、綾瀬さんがちょっと前にいたら、ちょっと髪の毛の匂いとか。まあ、結果的にね。ちょっと、いや、鍵に行くことはしないですよ、それは。それってもう、変態じゃないですか、その。でもね。後ろ立ってこう、クンクンしてたら。山重さんはね、女の子がバナナ食ってるところすげえよく見るとか、そういう話をするんですけど、俺はその感覚があんまなかったんですよ。うん、でも、ミスターブレンってバナナすげえ食うし、はい、だから、あ、そうやってミスさんだなと思った。違う違う違う。中学校の時の話でしょ。でも中学校の時に形成したその脳は、今も健在じゃないですか。いやいや、その、仕事場にその中学校の時のそれは持ってこないですよ。でも仕事場で言ったじゃないですか。仕事場で言ったね。確かに。そのもう持ってきたんですね。がっつり中学校の時に給食でバナナ出て、それをね、女の子食べるのを男子が、ガン見するんですよ。あいつバナナ食うぜっつって。ちょっとバナナ食う瞬間ってやらしい。いや、やらしい。俺、ちょっと超早いと思う、俺、その感覚。そう、だから俺は中学の時ないと。俺ないもん。しかもバナナ一本給食に出たことすらよく覚えてない。ただ、せいさんが、せいさんが、ああ、バナナなんか、その時代食わなかったな。食えなかった。時代が違う。そのさんの前でも、その話をしたら、田中さんとか、東田さんとか、そこにいた男みんなが、うん、あ、ないわ、その感覚。すげえ、孤立したわけ。すぐアウェイになりますね。なんですかね。みんな、男子なら絶対共有できると思って、その話したのに。バナナ食うのがちょっと、なんかいいなっていうの。で、それで女子をみんなでガミするから、女子が給食でバナナ出ても、一切食わなくなったんです。手をつけなくなったんです。うちのクラスでは。進んでる学校なんじゃないですか、すごい、でも。まあね、東京の中心。東京ですか？東京出身なんで、はいはいはい、足立区っていう、大都市で。大都市、なんで大都市って言って、別に言わなくていいでしょ。東京出身、なんかちょい地方の香りがするでしょ。ちょい地方香り。香りってなんだよ。うん。します？ちょっと、なんだろうな、こう、静岡とか、うんうん、まあ、山口県。山口県。山梨とか、そのなんか、うん、東京じゃない感じがするんだよね。うんうん、東京じゃないでしょ。じゃあ東京ですよ、だから。生まれも育ちも東京です。足立区。足立区。はい。チャキチャキですよ。なんか影があるでしょ。なんか影があるよね。なんかありましたよね、学生時代とか。なんかずっと目が怯えてるって言われるんですよ。なんでそんな怯えてるのってよく言われるんですよ。誰に何か言われたわけじゃないのに。でも女性からしたらこういう感じが、顔もそうですけど、山重さん可愛いっつってモテるタイプですよね。モテます実際。キャバクラとか行って。キャバクラで。もう変態のおっさんの会話の切り口しか持ってない。正直やっぱモテたいじゃないですか。そういうのもあってこの仕事してるのもすごい。あ、山重さんもそのノリなんですか。モテたいから入ってきた。それは学生時代とかモテなかったんですか。なんで役者になったんですか、うん、何やってんですか、なんでですか、なんでだよ。なんでだよ。なんでそんな強い口調で聞くんだよ。いやいや、こういうのあんまり役者の人に聞いたことないから。ぶっちゃけそうだね。ゲスト来てもらったのに、一回もそういうの聞いたんですよ。聞かなかったし。真面目に答えると、割と、ちっちゃい頃から本気で役者さんになりたかったんです。役者が本当に一番ですか。歌手とかアイドルとかお笑いとかいろんな野球選手とか。いろいろあるでしょう。ただ、なんすか、テレビだったのか子供の子大好きで。なんでですか。おい、そこはいいでしょ、テレビ大好きなの。そこから話していく？はい、すいません。テレビ好きで。テレビ大好きで見てて、なんかそこに入りたいな、というのがあって、はい、それにはもう役者っていう考えだったんですよ。もう一番が、うん。あ、じゃあ夢叶ってんだ。でも、小3の時に一回児童劇団応募してますからね。自分で。うん。あ、え？写真送って。その、じゃあ、まあ、夢は、の話はもうどうでもいいんですけど。どうでもいいってなんだよ。そこからリアルに、その俳優さんになったきっかけとか、うん、それって何すか？それは、まあ、小3の時一回自分で応募したけど、ちょうど、まあ、二次審査がね、5000円かかるみたいなので、ちょうど父親が、仕事がない時期で、うまいことない時期だったんで、5000円ちょうだいって言えなくて、諦めて、でそこなんとなく忘れてたんですけど、で、なんか大学入る時に、あ、俺、それ、役者やりたかったんだと思って、もう大学入ってすぐ、そこの演劇研究会に。じゃあそこからは、その役者らって別に、何にも、大学までは何もなく何にもなかったです。もう忘れてたぐらいだったんですけど、演劇部に入ったんですか。そう、大学の演劇研究会入って、で、その1年半ぐらい後には、もう今の劇団、カムカムミニキーナに、オーディション受けて入って、八嶋さんとかも登場して、で、そっからですね、なんか、動き出した感じですね。初めて出たドラマとか映画とか
何ですか？一番最初に出たドラマは、うん、本当にセリフもなくて、はい、あれだけど、白線流しっていう。白線流しの、連ドラ終わった最初のスペシャル、19の春っていうスペシャルがあったんです。それに、馬淵絵里香さんが、そして東京来て、馬淵絵里香さんが女優になるっつって入った劇団が、うちのカムカムミニキだったんですよ。あ、そうなの？それはもうカムカムミニキになって名前で出てて。もう劇団名がちゃんとそれで。そうです。それで、もうほんとちょろっと一瞬だけ映ったのが、それがテレビ初ですね。初、白線流しなんだ。でもあったのも本当に一言しかないとか。俺だって舞台見に行ったことあるもん。カムカムミニキのね。カムカムミニキの本公演じゃなかったのかもしれないけど、俺が見たのは、見に行ったことあって、それでその時山重さんと面識もなかったし、だけど、すっごくキラキラ輝いてて。なんで急に笑ったんですか？なんか急に笑い出しましたよね。いや、でも、すごくね、印象に残ったの。ああ、嬉しいですね。うん、ほいで、可愛らしい顔してるし、うん、食べちゃおうかな。食べちゃおうかしらと思って、ジャムつけて食べちゃおうかしら。面白いな、言うの。だけど、ジャムがなかったから食べなかったんだけど。ああ、残念だったな。ジャムあと大変だった。でもなんかこう見てても、本当に印象に残ってたし、女の子にも人気ありそうな、可愛いし、なんかこう、なんつうのかな、名バイプレイヤー集？そのイメージはありますよね。そうそう。なんかね。だって僕、バナナマンさん大好きでしたよ、そう言ったら。なんでですか？いや、コント、テレビでコント見て、わ、すげえと思って。何のコントですか？あのね、友達ん家で、遊び来たら旅行行くみたいな、なんか、時で、その。ハワイ行くやつだ。ああ、ハワイ行くやつだ。俺、殺しちゃったんだよ、つって。もう、そんなの、もう、15年ぐらい前。で、その時に、うわ、すごい人たちだと思って。で、もう、コントも面白いし、で、二人とも、お芝居が上手いと思って。まあ、そうっすか。いや、謙遜した方がいい。それでも、すごいなってずっと思ってたんですよ。嬉しいですもん、こうやって一緒にやれて。俺、あとね、まあ、山重さんの話からちょっとそれちゃってもいいですか？すみません。関係ない話。いや、ミスターブレンで、俺ね、林さんって出てんだけど、もちろん知ってます。林さんは青春でんでけでけでけってさ、俺ら昔知ってますからね。すげえ好きで、大林さんですかね。で、大林監督作品いろいろ見てた中で、青春でんでけでけでけって、ちょっと異質で、あれ見てたから、俺、今回一緒になって、俺その話して、なんか、そういうなんかさ、あれも見たの15、6年前でしょ？青春でんでけでけでけなんて、もっと前なんかもしれないよね。TS のやつですよね。そうそう。だって、林さんの芸歴33年とかですもん。そう、子役からやってくらしいですね。顔変わんないですね、林さんって。ずーっとああいう感じの。名バイプレイヤーだよね。この方も名バイプレイヤー。ねえ。俺、山崎さんは三万五点のイメージ。三万五点ですごい、輝いてる。いやいや、そう。でも、山重さんはさ、結構そういう役者さんの中でも、バラエティにがっつり出てるイメージがあるよね。そう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 。タモリクラブとかも結構、頻繁出てるからなのかな。僕、バラエティ好きなんですよ、本当に。なんか、出てるイメージある。うん。いや、もう出てますよ、完全に。いや、でももっとね、正直出たいんですよね。お笑いっぽい感じですもんね、しかもね。一時、話したことないでしたっけ？何の話ですか？エロい話です。怖い話？やめて。何？ど、なんだ？おい！深夜のトンネルにね。怖い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 話だと思う。うん、わあ！わあ！やめてよ、本当にその弱いんだから。仲いいな、ミサブレ二人。急になんか入れなくなっちゃうよ、俺。その二人が出ちゃう、そりゃ、そうなっちゃうと。いいんだ、入ってきたって。入れないって。いいんだって入ってきたって、日村さん。俺二人見てた人だ。バケモンだ！ちょっとやめてよ。なんだよ。なんだよ。僕役者でね、ずっと19で芝居始めて、はい。で、まあ、当然売れないんですよ。仕事もないし、まあ、事務所にも入れないし、よくわかんなくて、はいはい、ずっと深夜バイトとかしてて、はい、で、これもうマジで危ねえなと思って、26、7ぐらいになって。やべえなと。これ食えねえぞって思って、うんうん、僕一回お笑いの道をちょっと違う可能性を探ってみようと思って、うん、お笑いのオーディション受けたことありますもん。オーディション？オーディション？ラママの、ラママのオーディション。ラママは我々出てましたよ。我々の出身のとこですよ。はい。あ、コント作って。コント作って。一人で。大学の先輩とコンビ組んで。やってました。ネタ見せとか行きましたもん、そんで、オーディション。通ったんですか、ネタ見せ。全然通んないです、全く。ああ、じゃあ、会ってない、会ってないから、でもいやいや、大学生の時で俺と同い年だから、ってことは26ぐらいですよ、僕やったの。26ぐらい？かなり遅いんですけど、役者とこれ食えないかもしれないと思って。で、まあ、本当に緊張して、もう、
人生でベスト3に未だに入るぐらい緊張して。緊張するんですよね、生のネタ見せはね。みんな誰も笑うわけじゃない。受けないし。そう。で、あまりにも緊張して、僕だったんですけども、一緒にやってたそのツッコミの人も緊張しすぎて、僕がボケる前にツッコむみたいな感じ。で、それも僕は聞こえてないから、ツッコんだのに対してボケていくみたいなのしばらく。ずれちゃってんだ。一個ずれてきちゃってんだ、ずっと。うん、ツッコミ先行してるってもう意味がわかんない。意味がわかんないですよ、ああ。いや、その頃だと俺ら出てたよね、まあ、俺全然出てますな、もう。ネタ見せも言ってるよね。言ってるかもしれない、ね。合ってるかもしれないです。そこの場の緊張感から、まあ、テレビ出てる芸人さんとかなんとなく見てたけども、うん、みんなあそこから来てるんだと思ったら、うん、もうすごいリスペクトですよね。うん、あの空気から出てくるなんて相当だなと思って。うん、そうですよね。ないっすもん、役者でそんな修羅場みたいなこと。いや、でも稽古とか。いや、大変ね、舞台とかね。あと緊張するシーンなんてのはもうドキドキですよ。ミスターブレインやっぱ緊張したんじゃないですか、実際。緊張しましたね。やっぱ人前で説明するとこですよね。長ゼリフね。そう。使わない言葉と、あと、そこにプラス、やっぱりこう出演者の人たちが、見てるから。みんなこっちバッと見る瞬間の、うんうんうん、いくらこう家で練習して覚えたって言っても、その瞬間に、うんうん、木村さんいる、大地さんいる、大地遥ちゃんいる、香川さんいる、ヒロ君いる、トータスさんだ、田中さんだ。みんな見る。その他、家経験の、いわゆるエキストラの人。うんうん、俺、実はその人たちの目って結構緊張したね。あ、要は、ね。その人たちにしてみたらさ、そのいる場所のさ、雰囲気って感じだけどさ、でも、ああいう人たちの方がさ、冷静になんか見せる、ね。なんかさ、こいつ下手なのかな、うまいのかな、みたいな。わかんないけど、俺なんか特にお笑いから言ってるから、違う畑のね、感じもあるよね。だけど、別にそんなの全然言わないし、目でもガンガン来ないけど、なんかそういう目を。勝手にこっちが感じる。そう、うん。あれも緊張した、ステージの上でこう、やるシーンあったでしょ。なんか劇場みたいなところでステージの上で、あの講演会、ね、講演会のシーン、あれ実際ちょっとこう緊張した。なんか営業みたいだなと思って。俺はね、何千人ってお客さんだって、あれ、画面上にはそう見えます、うん、いっぱいいるんですよ。いるでしょ、実際。なんかどっかのホールかなんか。あれでも終わってからですね。僕らがもういなくなってから。俺はいなくなったんだけど、お客さんいたんですよ。あ、そうなんだ。うん、まあ、そうすごい。なんか俺今すごい嬉しい。ミスターブレインの裏聞けて。あの時俺はもういなかったんですよ。でも客はいたんです。おお、そうなんだみたいなね。そうあとね、監督さんとかも怖い。別に怖くないんだけど、でかくて。でかい。怖い。アメフトやってたんです。190ぐらいあって、ヒゲ生えてて、超体でかくて、で、始まる前に演出で言うんだけど、すっげえボソボソ言ってるから、なんつってかわかんないの。それで、ってなってて、あ、皆さん、わぁ、みたいな。みたいな。ちょっと怖い。ここもっとこうしてくれますかみたいな感じの、その、ひっくり飛んでくるんですよ。で、本番いきなりすげえでっかい声になるから。そう、怖い。怖えな。わってなるんですよ。あと、スタッフの人たちって、やっぱさ、なんつ、バラエティじゃない独特のさ、もう言ったら職人さんだからさ、まあ、カメラはカメラ、その撮影部さんだ、音、明かりたじゃん。その上の人が下の人をさ、怒るんだよね。そうなんですよね。うん。これバラエティでは怒るけど、あそこまでギリギリの近くでやらないから。演者には見せないようにする。そう。てめえ、こんな野郎、なんて言ったんだ、この野郎、バカ野郎。何やってんだ、この野郎。知らねえよ、バカ。何か言ってんだよ。もう一回してください、先生。うるせえ、この野郎。もういいよ、向こう行けよ、俺。はい、本番。みたいな。でも気にせずね。まあ、あの感じっつのも緊張するよね。だから、失敗を俺ができないみたいな。もう。ミスターブレイン特に、そうですね。やっぱストイックな感じが。スケジュールが多分普通のドラマの、2本撮ってるみたいな感覚だったんだよね。そうですね。1本が。ロケ行って、家計圏の中も1個のドラマみたいな撮り方してたと思うんだけど、俺があんま経験ないけど。普通スタジオってもっとカメラ5、6台で、ブワーっと結構一連で撮れたりするような作りにするんですけど、あそこのセットもそれできないから。全部見切れちゃうからね。もうロケと一緒ですもん。カメラ1個か2個しか。ワンカットワンカット全部変えて。そこから時間かかるわ。そう。まあ、まあ、スタッフさんもすごい優しい、和気あいあいとしてる時もあるんだけど、たまにはこう、ピリッとこう、締めなきゃいけない時もあるんで、僕の方はそういうところでやりますよね。で、またこのさ、すげえ時間がなくなってくるじゃん。押してきたりして、タイトだったし。でさ、そこのやつ、ガラスに映んのよ。いろんな人が。反射して。反射して。そうか、一回撮ったら、あーみたいな。いいんじゃねえよみたいな。
そういう感じで、あとこう本番たもう立て続けになってきて、スタッフの人なんか12日連続超夜中までやって、朝からとかが続いてた時期とかあるから、2時間睡眠とかずっと繰り返して、ね、そう本番っつって、で本番やってると AD の女の子とかが寝ちゃったりしてるから、そうない持ってる台本とみたいな、立ちながら寝ちゃってんだもん、この音とか出ちゃうで、うん、ああみたいなもうそういうのもあった、そういうのでもピーピーするじゃん、ああおっかねえみたいな、すげえな、ミスター、ね、よくわかんない 俺がすいませんみたいな謝っちゃったすいませんっつっていいねえ、でもそんな、でもまあちょっと終わるとみんなで仲良かったりしたから、すげえ、うん、そかなんか雰囲気は良かったんだけどね、オンオフがはっきりしてますよ、ね、そう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 、その本番の時はそのグッといって、うん、そう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 、ね、休憩の時はみんなにこう談笑しながら飯食ったり、その空気が出ちゃいますからね、現場のダラッとしてる空気でやるとやっぱどうしてもその芝居もダラッと見えてきちゃうんで、うん、それやっぱ締めるとこは締めないとっていうのね、うん、まあでももううちの設楽も終わったんで、うん、ちょっともう返してもらいますねいやでも設楽さんは本当に役者さんとして素晴らしいと思うんで、今後はやっぱやってるべきだと思うんですよ、でもあのもう終わったんで、流星の絆も素晴らしかったしミスターブレも素晴らしかったんで、俺は設楽さんはどんどんこれからね、事務所の方にもこれは言いたい、どんどんドラマとかやっていくべきだと思う。僕は本当に素晴らしい才能のある方だ。この人は。でもここで、もうドラマとか終わりなんで、うん、そっちの下が。で、次のクールとかね、もうあるし、やっぱね、営業そういうかけてって多いと思いますよ、事務所の方、本当に。いや、もう本当に、これでいくと、ね、役者になっちゃうから、うちの下がね。でも、その才能があるから、やっぱ呼ばれてるわけだし。お笑いの才能があるから、もったいないから。わかるだろう、だから両方ね、両方やっていけばいいじゃないですか、それだって、うんうん、聞いてんのか話な、聞いてますよ、じゃあお前のもんじゃねえんだえ、誰のもんなんですか俺のもんだよ、どっちかったら、どっちかったら俺のもんだ、俺のもんだ3ヶ月半ですよね、3ヶ月半ですよ、こっち16年やったなんで3ヶ月半の人にそんな大事ないよ、もう終わり、もう終わりいや俺ミスターブレイン大好きだったし、いやいや、もうそれでいいじゃない、うん、終わり、いや、まあありがとう、ありがとう、2人とも、うん、ありがとう、ありがとうね、ね、日村さんもありがとう、山重さんもありがとう、俺も嬉しい、うんうん、嬉しいよ、だからもうこれで終わりにしましょう、無視だろ、そうだね、そうですね、じゃあ、うん、だからお前もお前で頑張れ、いや、お前も頑張って、俺も頑張る、お前ってなんでだからさっきからまあ年上なんでね、日村さん一応そこまで強くは言いませんけど、そうそうそう、いや、でも大丈夫、日村さん、俺はお笑い芸人だし、うん、山重さん俺はもう役者っていうそのリスペクトもしてるし、俺ももし声かけてもらったらやりたいと思ってるから、うん、でお前らの気持ちを俺持ってくから大丈夫だ、うん、お前らはなちょっとくすんでる感じあるけど俺はどんどん輝くからなんだよ、なんで味方二人を敵に回したんだよおかしいでしょ、なんで急にそうなったの俺はずっと立ててたのに、本当だよ、こっちはなんでくすんでるとか、いやいや、その喧嘩の感じが面白かったから俺もやりてえと思って、もう終わったから、本当もう輝きとかもないから、もう輝きミスターブレイン来週ごめんなさい、もう終わりだから、ね、今週か今週ごめんなさい終わりだから、まあ、とにかく見てください、最後はもちろんそうですよ、家計権も、うん、あれですよ、総勢力を、そうだね、そうだね、うん、清掃、清掃力？清掃力。清掃力。精神を作る力。何言ってんだ、俺。俺何言ってんだ。なんか言ってるね。総力。総力を尽くした。つぎ込んでですね、うん。もうみんなで寄ってたかって解決しますから。よっしゃ、こうしよう。すごいですよ。だからもうこれ聞いてる皆さん、ほんつまりミスターブレインの視聴率 100% にしちゃおうぜ。100%。ちょっとしちゃおうよ。マジみんな家で、家から出んじゃねえか、テレビ6ちゃん。ありがとうございます。ね、TBS 系です。全部行って。日村さんありがとうございます。ね、はい、でも本当見てほしいですね。ね、見てほしいです。本当に。うん。見てほしいです、ね。ありがとうございます。ということでね。はい。山重さん。はい。もう終わりなんですけども。はい。なんかあります？なんか言い残すことがあれば。言い残す。でも特にはないかな。特にないですか。まあそろそろ衣替えの季節だなみたいな。そんぐらいですね。告知としては。衣替えはもうすでに結構前に終わってんじゃないですか。いやでも意外とね、僕ね、寒がりなんで、うん、長袖とかやっぱね、取っときたいんですよね。なるほどね。うん。でもそろそろもう。まあね、季節の変わりますね。なんか、あ、ないですか、舞台今後やる予定は。告知的な、うん、映画とか、ないですか、ドラマとか。今んとこ。もう全部ミスターブレインだったんですね、ええ、集中してたんですね、じゃあ本当に先週1週間ね、最後の週だし超忙しかったんですよ、はいはいはい、今週1週間超暇なんですよどうしようっていう、先週はやばかったんですよね、やばかった、先週ね、もうやばかったいや知ってますよ私は、うん、はい、でももう終わりだなって思って寂しいね、俺ね、それがあんのよ、俺思った、うん、まあ前もヒロさんに言ったかもしれないけど、うん、
バラエティとかってさ、そう、それね。うん。あの、終わりって決まってないし。決まってない、うん。でもドラマって終わりが決まってるものだから。そう、俺も思った。ね、悲しいよね。みんなどんどん力注いで、でも、今回8話でしょ、まあ、10話だったり何話だったり、映画なんかも、その完成のゴール、うんうん。役者の人たちって必ず別れを前提として、仕事がスタートするっていう、ね。終わり分かって言ってんだもんね。3ヶ月で必ず終わるっていうのの繰り返しじゃないですか。うん、出会いと別れ、出会いと別れってずっと繰り返していくから、うんうんうん、なんかね、それは、たまに慣れてきちゃったりするときもあるんですよね。うん、あれが、だから悲しいよ。うん、悲しい。ただ、そんなに広い世界じゃないんで、言っても、うん、まあまあ、またね、会うかもしれない。やってればまた会えるんですよね。うん、つって、ああ、久しぶりっつって、どん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 なんか仲良くなってやりやすくなってくるんですね、その現場が。うんうん、っていうのは、なんかちょっと面白いですよ。うん、長いことやってると、うんうん。でももうこれで終わりだから、ミスターブレインね。まあ俺、設楽さんとはまたでもね、やっぱまた会えると思うし、現場ドラマの現場でも会えると思うし。設楽さんももう本当終わりだから。日村さんとも会えないかもしれない。もうバナナマンに帰ってきてるから。もう本当そっちにはもう行かせないから。だけど才能がある人だから。お前の世界にはもう行かせねえからな。ドラマもやった方がいいんだって言って。お前はお前でやれ。で、やるけども、設楽さん、設楽さんでやってて、それでね。じゃあ小僧ども。小僧ども。はい、何でしょう。まあまあ。何でいいですか。お互いこうな。はい。うん。うん。こう上に上がって。はい。頑張っていこうってことで最後に死んだし。いやもう早いよ。栄養が早いんだ。ヤング王の西垣を。